どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。 The only flower in the world かっこ L フラワーだけの世界ということですね。で、説明文に受験前最後のトロールです。今まで自分のコースを遊んでくれてありがとうございました。受験が終わったらまたトロール投稿を再開していきます。コース短い。こちらこそありがとうございます。トロール制作者さんのおかげで僕はマリオメーカー2で生きていってるんですよ。でも無理してトロールコース作らないでいいからね。仕事が増えるから。言ってることが最低。はい、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.94%。 いや、受験前って言ったら中学生か高校生だよね。いつ受験終わるんだろう。いやでも結果聞きたいよね。落ちましたってコメント来たらなんて返していいか。まあそうならないように僕の方からも祈っておきます。このフラワー取らなくちゃいけなかったのかい。でもこの PS じゃ、あー、開幕サカーだー。このフラワー普通に取らせてくれるんかな。取らせてくれた。で、Pスイッチは意味ないからの氷ブロックを溶かしてチビになって進めっちゅうことか。で、分かるぞ分かるぞ、この右上のつだ。行ったら何かあるんじゃない。いや、なんもないか。チョコラハテナはオブちゃん。今日全然ぬるいんじゃない。クリア率が 1.94% ぐらいだったじゃん。よく見て、先のことまで考えろ。あの地球ブロックから降りたら絶対に下から何か来ると思いますよ。来ないね。この右下何か来るんでねえの。分かった、ここ上に隠しブロックあるパターンだ。あ、ないね。もしかしたら隠しブロックを避けたパターンかもしれんな。で、この上だ。待った。そういや、受験で思い出したわ。高校の入学式にちょうど行きがりたい時期だったのかな。金髪で行って速攻で生徒指導室に呼ばれ。お前は呼んでないんだよ。で、入学式にね、金髪で参加するやつなんてマジでいないのよ。もう僕みたいなバカぐらいしかいないのよ。しかも進学校よ、進学校で。あー、僕はバカです。二度も引っかかるな、同じ場所に。しかもどうでもいいような話をしやがって。で、この話続きがあるんだけど、まあ、その金髪にして生徒指導室に呼ばれた人がもう一人いたんだよね。で、その人の髪型見るじゃん。いや、坊主でさ、金髪を否定してるわけじゃないんだけど、わざわざ入学式に坊主で。まあその方とは結果仲良くなりましたね。でもみんな真似しない方がいいよ。マジで変な目で見られるからね。じゃあ無機物を避けていく。そして右に進めばいいのか。いや、オンオフをしようか。オンオフしたらどうなる。うんにぬぬぬ、キノコ様。さあ、そろそろね、まともな実況をやっていきたいと思います。で、この方のコースのさ、何が面白いのかって言ったら、罠はめちゃめちゃ面白いんだけど、一回引っかかるじゃん。で、その後は簡単にね、先に進めちゃうことができるって素晴らしいコースなんですよ。やっぱ訂正します、このいたずら小僧が。はいはいはい、そういう感じで。君はいつだって僕のことをバカにしてくると。そっちがそういうつもりなら僕もそういう気持ちで言ってやるよ。イエーイイエーイ、罠がいくら来たって僕には効かないようで。ぬるぬるのぬるコースなんじゃないの、このコース。小学生以下になってきてる。ここまで来ちゃっていい。ここに何か来るとかない。大丈夫、その下で待っておけとかそういうパターンはないのかい。あ、大丈夫だね。左は特に何もない。さあ、ドアに入っていこう。中間は取らせてくれとか。おっぴゃやった。さ、中間は全然ぬるいね。優しい優しい。いや、いやからなんだよ。その続きの言葉を喋る。さあ、でも今ので分かったね。ここは何もしなかったらツタが出てくるんじゃないの。あれ、出てこんね。ジャンプをしたら出てくる。ああ、なるほど、こういうことね。そしてここで上を押したらダメだよな。だからジャンプしてこのツタに捕まっていく。このブロックは何、コインか。この上は何かあるんだろうな。なんかどっか行った、どっか行った。なんかおかしいの。みんなにバグらせる作戦ですか。はい、どうもこんにちは。こんなところ罠って決まってんのよ。でも見てるみんなが気になるって言うから言ってあげたんだからね。そこのところ勘違いしないでほしい。この記録は取っていいのか。まあ一旦取っておこうか。取れるもんは何でも取っておく。そしてこの上にはいけない。この上、もしかしたらさっきの場所に連れて行かれるのかな。右下に連れて行かれるのかな。はい、どうもこんにちはなのかな。おやすみなさい。さっきも言ったけど、このコース先を見ればそんなに難しくないはずなんだ。ちょっとガチでやってっていい。左下にバネと氷ブロックがある。ってことはブロックを壊す何かが出てくる。鉄球もしくはリンク、どっちかだ。ここで出てくる。ほら、出たぞ。
キモい声が出たね。ちくわブロック降ります。で左ダッシュしてみようか。そしたらリンクが取れるっていう感じで、であのブロックを壊していくと、お前邪魔すんなってそういう邪魔の仕方ある。で左のハテナブロックがあるじゃん、あれ絶対何か出てくると思うんだよな。だから左から壊そうか。多分右からだったらまずいような気がする。あえて先に叩いておこうか。一キャンプか。だからここで先にブロックを壊しておいて、このツタに乗って左に行けっていうことなんじゃない。これで落ちることはない。さあ次の場所はどこだい。おっぷじゃあんなクリボーなんかにやられるかや。調査かな。こんな大量の魚引っかかるって、殺意高すぎだろ。じゃあハテナブロック先に叩いてみようか。であの四角の枠があるじゃん、多分隠しブロック隠してないと思ったよな。もうわかりましたよ皆様。飛んでいけばいいんだ。そうだこれでいいんだ。この四角の枠はどうする。叩くのか叩かないのか。やめろやめろ、金魚襲ってくるんだ。どうしよう。もうさ、ここまでってなんで強制的に叩いちゃうの。で自分の意志で叩かせろ。じゃあ右にジャンプします。そしてすぐ上に行こう。でこのブロックはリンクじゃないから壊せないのか。でもうそろそろ中間ポイントあるんじゃない。短いって言ってたもんね。待っててくれる。なんで上から何か降ってくるとかない。で上なんか書いてあるね。多分ナイスって書いてそうな感じだったよな。うわこれ絶対面白いやつ。これどうなるんだろう。待てばいいの。サンキューみたいな感じかな。いやありがとうありがとう。確かにそんなに長くないようなコースだったけど、めちゃめちゃ楽しませていただきました。左の方に逃げておく。このくらいで大丈夫なんじゃないか。さあリークをかわして先に進みたいと思いますよ。これでもうゴールは。やったいや本当にそんなに長くなかったね。でも本当に楽しかったです。受験勉強頑張ってください。どうもありがとうございました。はいそれじゃあ次のコースはこのコース。性格の悪いコイン禁止スピラン。説明文に意地悪ギミック込みですって書いてるんですよ。ってことはコインを取っちゃいけない、さらにトロール要素を含んだスピードランっていうことなんじゃないかな。これめっちゃ面白そうじゃない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 5.16%。 まあクリア率が 5.16% だったらまあまあ簡単だとは思うんだけど、コインを取っちゃいけないっていうのがねちょっと謎なんだよな。だからこのコインを取っちゃいけないっていうことか。オーケーオーケー。まあそんだけだったらまあまあ簡単だと。そんなのわかるか。なるほどね、意地悪ギミック込みっていうのはそういうことだったのか。このコインが落ちてくるなんて絶対わかんねえよな。ここ出していい、ワンジャンプしていいの。ダメなのかい、石親じゃ。やっぱりさ、スピードランでトロール要素混じってたらめちゃめちゃ面白いね。じゃあここは下で大丈夫。で次はどっちだ。上と下よく見ろ、上だ。バケバケバザッカー、焼きバカだ。よし集中していこう。次は怪しい方に行ってみるわ。これは下が怪しいから大丈夫だった。次はどっちが怪しいんだい。バカか俺は。いやついつい50コインとかあったら取りたくなっちゃうよな。ここはそのままに。ぐらー、何もしないジャンプ。そしてここは下に下に下上、次は上だったよね。このリンクを取って先に進む。うわこれどっちだ。もうさ途中から全部引っかかってんじゃない。じゃあここは上、ゴールさせてくれる。あもうこれで絶対ゴールできると思いますよ。途中で針があったんだよな。この辺ゴールか。やっためちゃめちゃ気持ちいいこのコース。しかも難易度もちょうどいいね。めちゃめちゃ楽しかった。どうもありがとうございます。はいそれじゃあ次のコースはこのコース。コースを作ってくださいパート2、一発マリオ。説明文にあなたの動きで難しさが変わります。誰だよトッシーって誰だよ。まあこのコースはですね、コースの中で自分でコースを作るっていう珍しいコースですね。コース多いな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.19%。 まあピース位置とコインとブロックが関係してるんじゃないかなと思うんですよ。コインを取ってその後ピース位置踏んだら、そのコインを取った場所が通路になるみたいな、まあ、それ以外考えられないんだよな。僕もかなりコース作ってきてるからね。でこっから開始っていう感じでしょ。分かった分かった。マリオが下に行かないようにここで壁キックをしておくんだ。今さコインを取りまくってるじゃん。これが通路になるんじゃない、2周目みたいな。多分そんな感じだと思うんだよな。そしてこのワープブロックに入る。でこっからどうするかなんだけど、Pスイッチを踏んでこっから2周目っていう感じなんじゃない。やっぱりそうか。いやこれぶっかー
どこの行為取ればいいか分かんねえって。ほぼ運ゲーじゃない。どこに敵が来るとか分かんないじゃん。こりゃやってたってさ。これは絶対運ゲーだわ。じゃあ次左に行ってみようか。左に行っても特に何も変わんないとは思うんだよな。あ、やっぱりお前いいとこいた。みんなすげえいい方法思いついたね。ここでヒップ耐久してこの一直線だけ開ければいいんじゃない。そしたらさ、最後にヒップドロップでどんな敵も一掃できるじゃん。いや貸し系だ。ごめんね、みんな簡単な方法見つけちゃって。だからここをヒップ耐久でスクロールにやられないようにします。この鉢だけは気をつけようか。なんだって。ならちょっと左側でヒップ耐久しようか。この辺でどう。左から3つ目と4つ目、ここのコインを取りまくってみる。これで多分ね、このトゲピョンチューは出てこないと思うんだよな。これで出てきたら絶対クリアできないもん。真ん中を壊したら出てくるっていう仕組みだと思いますよ。だからこれで頼む、クリアさせてくれ。どう、アリはアリ。いや今のこれはクリアできたはずだと思う。アリに当たらなければいいだけの話でしょ。だからここで右側に行く。そしてここでヒップドロップ。いや絶対痛いよねこれ。部下入った、やったいやーコースの中でコースを作るというとても面白いコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ作るコースはこのコース。金は命より重い。クリア率は 1.28%。 さあゴール条件がコインを1枚取ってからゴールで、右上にコインがあると思うんだけど、このパンを発動させたらコイン、あーやっぱ落ちて落としたらダメじゃねえか。っていうかこのブロックなんだろうな。いや邪魔してるみたいな感じだけど、一旦トラックやってみていい。ゴール遠いな。多分ヨッシーを捨てるタイミングとパウを捨ててコインを取るタイミングバッチリ噛み合わないとクリアできないようになってんだろうな。だからこの黄色ブロックに当てるわ、このパウブロックを。そしてジャンプする。下手くそか。いやちょうどいい場所にいんのよこのペラペラブロックがさ。次こそ当てていくよ。この辺バスケ。そんなに苦戦するようなコースじゃないって。ただパウを吐き出してヨッシーを捨てるだけのコースなんだよ。よしか、集中しろ。まずゴールバーに届いてないぞ。ゴールバーに届かせるんだ。そういうジャンプをすれば大丈夫さ。やったこれ決まったらめちゃめちゃ気持ちいいね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発目よ。ワンスクリーンシャープ89。サムネを見る感じドクロリフトがあるじゃん。でその下にブロックがあるから、そっからジャンプしてピージャンしてゴールしろっていう感じのコースだと思うんですよ。ただね、意外とクリア率が低いのよ。難しいかなと思って。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.07%。ゴール条件もないし、そんなに難しくはないと思うんだけど、そんな簡単にクリアさせてくれるわけないよな。さあ始まった、まずこのドクロリフトに乗ってとりあえずピージャンしてってみようか。いや違うんだって、 P の左側に行かなきゃいけないのか。でそっから P ジャンすれば、いやだっかー。どうしよう、マジで全然届かないんだよね。こっから P ジャンしても、ほらほら、あと一マス分ぐらい足んないの。勢いが足りないのかな。降りて P スイッチを勢いよく踏んでジャンプしようか。これでいいんじゃない。全然高さ足んないんだけど、これ以上速い行き方ある。いやなんか惜しいところまで来てるんだけど、あのちょっとが全然上がんないのよ。ちょっと大ジャンしていい。大ジャンするとやっぱりちょうど一マス足んないよな。だから P スイッチがへこんでない状態にジャンプしなきゃいけないんだ。ここだむずがいいよこれ。うぅいいんだぞ。どうする、やめる。やるという選択肢はダメだよな。もうめちゃめちゃ早くピースイッチを踏まなきゃいけないっていうのは分かってるんだけど、それがね、あ、分かった、コーナーブースト使えばいいんじゃない。ごめんね、コーナーブースト僕の動画で初めて出すかもしんないからちょっとだけ説明させて。コーナーブーストっていうのはこのブロックの角があるじゃん。この角ギリギリでマリオジャンプさせるとなんかスルッていく時があるんだよね。ほらほら、こんな感じ、こんな感じのスルッていくやつをもしかしたら使わなきゃいけないのかもしんない。ちょっとこれ使ってやっていこうか。絶対そうだ、このコーナーブーストを使えば P スイッチが早く埋めるもんな。ジャンプぐらいさ、まあまあ見ててくださいよ。Pジャンが成功さえすれば登れると思いますよ。それは登るよ。疑惑の判定です。今のは登ってもよかったんじゃないんでしょうか。たった 0.7…もう頭おかしいって。そろそろガチで集中するよ。ここは落ちる、コナブからのピーちゃん見たかさあこれさ、見た目の150倍は難しかったね。でもすごい面白いアイディアでした。どうもご視聴ありがとうございます。